寺本武春は、日本の海軍軍人。最終階級は、海軍少将。島根県出身。神戸市中を経て、1905年11月、海軍兵学校を卒業し、1906年12月、海軍少尉任官。海軍大学校を通し海軍法術学校高等科で学ぶ。 1911年12月、筑波分隊長となり、三笠、須王の各分隊長、法術学校教官兼分隊長兼海軍機関、学校教官、橋立分隊長兼法術学校教官などを経て、1917年11月、海大を卒業した。1917年12月、海軍少佐に昇進し海軍省人事局局員に就任。 1920年12月、伊勢法術長となり、軍令部参謀兼下賀連州派遣軍司令部付に、転じ1921年12月、海軍中佐に進級。1922年11月、県海軍教育本部員となり、横須賀鎮守府、欧米各国出張、教育局局員、横須賀鎮守府付けを歴任。 1925年8月、鎮太を特務官庁に就任し、早友特務官庁、軍令部出資兼、海大教官を経て、海大教官権陸軍大学校兵学教官となり、1926年12月1日、海軍大佐に昇進した。1929年11月、早くじら官庁に就任し、横須賀鎮守府付、 山城館長、横須賀鎮守夫婦、教育局派遣勤務を経て、1932年12月、海軍少将に新旧市軍令部出資となる。1933年12月、対面そして、予備役編入。同月16日、海大兵学教授職宅に就任。1941年11月、軍令部調査事務見解大教授職宅に発令され、 1942年12月まで、勤めた。寺本は、海軍大学校の教官として、校衆24期から39期を担当し、戦後も、海上自衛隊幹部学校で指導に当たった。寺本が長きにわたり、海軍最高学府の教官であったのは、その、闘水理論を評価されたもので、楠木正重山岡哲秀の部下田流、神道、呪学、 仏教、キリスト教、海教などを研究し、独特の陶水学を作り上げた。また、陶泉業や、猫の妙術を授業に使用している。講義には次のような内容があった。戦前の軍の最高学府でこうした説問に接した、学生には敬遠するものもあったが、高木総吉や源田実などの学生に強い印象を残した。ありがとうございます。